あれは吐き戻しはどうですか？吐き戻しはするようになってきて、でもするときはこの中じゃなくて、うん、あのお昼に大きいハウスに出したとき、うん、で昨日は吐き戻しは 5g くらいしてて。吐き戻してさ、毎日してます？毎日はしてないです。あ、1週間に何回ぐらい？1週間に今2回くらいで、それはやっぱりあの大きいハウスに昼間出してる時で、昼間出してる時も吐き戻さない時もあるんで、元気な時は吐き戻してる感じが。このハウスの時はあの出ろって出さずに、黒いやつをプップって出す感じです。虫の大きさは、まあ、色はちょっと薄いけど、うん、大きさはまあまあですね。そう、あの夜はべっちょりしてるのが多いです。その大きいハウスに入れてるときは黒くってちっちゃいのがポロポロポロっていっぱい出たりとか。戻して、よし、リコちゃん、リコちゃんさ、ちょっとだけさ、終わったらパインちゃんの子に5分ぐらいいてくれるかな。一緒に作ってもらってる間。はい、じゃあ光線照射ください。だいたい体重は32がほとんどで、今日はでも33ぐらいになりました。朝一番であった？朝一番で。本当？朝一番じゃないの？ないわ。朝ちょっと外に出したりとか。あ、そうか、この子の翼カットしたんだ。そうなんです。じゃあちょっと手に乗せますね。でも飛ぶよ先生。飛びます？飛んじゃう。結構飛びます。上には上がっていかない。上には上がっていかなくて平行に行くんだ。そう、飛べるんですけど、大抵壁にガンって激突してあってなって、いやいやいや、すごいじゃん。テレビの奥に入っちゃってすごい苦労して撮ったんですけど。そうなんだ。そんなに飛べるんだ。多分2枚2枚でもね、残してるの、うん、残ってる。でもちょっとこれ以上切っちゃうのかわいそうな気がするんで。じゃあまあやめてきましょう。前よりは捕まえやすくなったし、なんか完全に上がっちゃうともうなかなかね。で、まあ、とにかくあの手に乗せてあのハンドフィーディングしてくださいね。それが慣れると。結構ファーファーしてる時が、今もちょっとファーファーしてる。まあ、飛んでるといけないから、ちょっと受けておこうか。はい、じゃあお薬作りますけど、その間ではちょっとそこに入れさせてもらっていいですか？